こういうふうに歩いてるってことですよね。の家庭科の時間だよということで、このコーナーはちょっと覚えておくと料理が楽に、そして飛躍的に上手になるかもしれない、テクニックだったり調理の基本なんかを改めて紹介するというコーナーでございます。さあ今日紹介するのは鶏のもも肉の切り方です。皆さん鶏のもも好きですか？すごい人気の部位だと思うんですけれども、ちょっと切り方が難しいとか皮が上手に切れないとか筋っぽくなっちゃうとか、そういう悩みがある方もいらっしゃると思います。今日はですね、そんな悩みを解決できるような切り方をご紹介するとともに、鶏のもも肉ってあこういうお肉なんだっていうところから覚えてもらうね、見ておいて損はない回だと思います。ぜひチェックしてってください。さあまずこちら鶏のもも肉ですね。スーパーで買ってきた状態。これもも肉ってどういう形かっていうのを今から復元したいと思います。まず裏返す、ね、でちょっとこう外側にの丸めていきます。さあそうするとだんだん形が見えてきたかな、わかりますかね。これ鳥の足なんです。これがもも側、こっちがふくらはぎ側、まあ、簡単に言うとこういうふうに歩いてるってことですよね。ももふくらはぎ、こうやって人間だったらこういうふうに歩く感じですよね、はい。こっちがもも、こっちがふくらはぎっていうのを覚えてください。そして皆さん自分の足を触ってみてください。ももとふくらはぎ元に戻してみましょう。そして開く、ね、本来だったらここに骨があったのが骨を取った状態でスーパーで売ってます。さあでは皆さん自分の足を思い出してください。すねの方、ふくらはぎの方って筋が多いですよね。やっぱ鳥もね筋が多いわけですよね。大きいの見えるかな、こんな感じで筋が走ってます。でももの方が肉質がちょっと柔らかいね。では鶏肉の下処理に入っていきます。もう一番時間がないとき、これだけはやってほしいのがこの筋ですよね。この外に出ちゃってる筋はまずここは切り落としましょう。こんな感じ切っちゃいます。他にも大きい筋が外に飛び出たら切り落としてください。でこのここに筋ありますよね、これだけ切りたいので包丁ザクザクっと入れて1センチぐらいですか、深さまで切り込み入れてください。こうするだけで結構筋切れます。こんな感じ、ね、もう時間がなかったらこれだけ、これだけでもいいからやるとかなり食感が柔らかく食べられる、はい。ではもうちょっと時間に余裕があるっていう方はここから余分な筋とかを油とかを切っていきます。例えばこの皮と身の間にあるこういう脂身、これ取っちゃいましょう。包丁入れてザクギッこうギコギコってやるとこんな感じで取れます、ね、気になる方はあここにすごいのいたよ、ほらこういうのがいるのでちょっと指で引っ張りながらこういう風に包丁をギコギコやるとほらたくさん取れます、ね、これただね油も取り出したらねキリがないんですよ。キリがないのでもう目に余るところだけこんな感じで切ってってください。あとこういうね硬いところあるんで、あとこういう硬いところね、こういうのももし余裕があればこういうふうに取っちゃってください。あとねそうそう大事なのが触ってみて骨が残ってることあります。軟骨みたいなの、あこれそうだな、骨が残ってることがあるのでこういうのも余裕があれば取っちゃってください。これやりだすときりないです。自分で納得いくまでねやればいいと思います。これね、はい、取っちゃいます。さあ続いてやってもらいたいのが肉の厚さです。これ分かりやすいね、ここそりゃふくらはぎは薄いですよね。でももは太いわけですよ。特にもも付け根の方になったら太いのが当たり前。そしたらこのここ厚いよね、ももの付け根のあたりは厚いのでここを均一の厚さに広げます。どうするか、包丁こう入れてスッと横に開いていく、開けました、均一の厚さ。向こう側ちょっと開いていきます、はい、こうすると今全部同じような厚みになっていきます。ではあとはここからは食べやすい大きさに切っていきましょう。じゃあ今日はどうしようかな、6等分か8等分ぐらいにします。でまずここからこっち側がすねね、ここからこっち側もも、これで肉質変わるのでここでまず一回切っちゃいます、はい。
ものによって変わるんだけど、大体重さが1対2ぐらいの重さで変わります。なので例えば6等分にするんだったら、こっちを2等分、こっちを4等分ぐらいにすると、大体ね、大体同じような大きさになります。ではやってみましょう。まずじゃあこれここで半分に切る。で切り方なんだけど、皮を下にして、はい、切っていくと切りやすいと思います。包丁をまず前にスーッと入れます。で引くときにちょっと包丁を立てながら、こういうふうにしながら切るとパツンと切れます。こっちも行きましょう。まず前にスーッと入れる。そしたら少し包丁を立てながらスーッと手前に引いていくという感じ。包丁を前にスー、立てながら手前に引く。そうするとピッと切れます。はい、これで鶏のもも肉が切れました。さあ皆さんいかがだったでしょうか。鶏のももっていうのは要は足なんだよっていうことが分かったと思います。そして足だっていうのが分かると、こういう風な動き方するよね、じゃあこここういう風に切った方がいいよねみたいなのもなんとなく想像がつくと思うんです。このねイマジネーションを持って料理してもらうと、今まで なんか単純にやってたことが意外と面白くやれるかもしれませんね。胸肉もやってみたいと思ってますんで、ぜひ、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。